ライナとロシアの戦争が早く終わりますように。皆様にとって平和で健康で明るく楽しく面白い新学期になりますように。ショパンのラルゴをお届けいたします。楽しい春、ワクワクするような新学期になりますように。楽しくなるおまじない。もっともっと楽しいな、ワクワクするおまじないも、みんなが楽しく肩や手首の力を抜いてリラックスして楽しく学べますように。ロシアとウクライナも早く収束して皆さんが笑って楽しく健康でもっともっと希望を持って楽しく過ごせますように。明日も良い子の皆さん、先生にいろんなことを聞かせてね。ドレミの音名で歌いながら弾くことで聞く能力も身につきます。それでは、先生のこととっても好きだと言ってくれるとっても可愛い女の子も、よく子供というのは本当に何でもよく知っています。それで